ずるずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、まあ、最近ね、結構日に日にもどんどん寒くなっていってる気がするんですが、まあ、今年の冬はね、特に寒いということで、なんか寒い冬はやっぱりね、味噌ラーメンがすすりたくなってるんですよね。最近普段よりはちょっと味噌ラーメンが多めな気もしますが、今年行きたかったお店こちらです。と、JR 蒲田駅から徒歩3分くらいのところにあります、ラーメン連蒲田本店さんにお邪魔してます。こちらラーメン連さんは2016年オープンのお店で、過去の東京ラーメンオブザイヤー味噌ラーメン新人部門で2位を受賞したこともあるラーメン激戦区蒲田で11時から夜の11時までね、通し営業をしているのも魅力的なお店です。オープンが2016年ってことなんで、今年で7年目ってことになるんですが、ラーメン屋さんってね、まず1年続くところのハードル、3年5年7年じゃない、この奇数年続くところね、すごい高いハードルがあるっぽくて、7年続くお店って本当なんか 10% 以下とか、もうなんなら 5% 以下だった気がする。もうめっちゃ低いんですよ本当に。そんな激戦区蒲田で7年続く中堅どころのお店ということで、やっぱこういうお店もね、行っとかなきゃいけないぞというか、早速すりに行っちゃいましょう。Let's go! さあ、というわけで蒲田駅降り立ちました。蒲田のね、こっち西口の方なんですけど、こっちの方は結構ね、蒲田っぽいというか、なんか見慣れた蒲田の姿がね、こっちの方にありますね。はい、というわけで皆様からね、いただいたコメントも読ませていただきたいと思います。自分は去年1084杯でした。お互い頑張りましょうということで、1084ってやばくない？まあ、単純計算で1日リアル3倍ペースぐらいじゃないですかね。めちゃくちゃすごい。何をされてる方なんですかね。あなたは何をされてる方なの？心のミスターシャチホコが出てしまいましたが、僕まあ去年604杯だったかな、604ぐらいなんですけど、それでもまあ基本毎日ラーメン食べるし、でたまにねラーメン官僚とかと一緒にもう週末もう一気に5軒とか6軒とか回ったり、それでようやく600なんで、いや1000はマジですごいわ。コメントのスレッドの中に一番すごい人は1800って書いてる。まあ1800の人はね、僕なんとなく分かる気がしますね。多分マロさんっていう方だと思うんですけどね、あのトライの審査員もやられてるマロさんはね、ラーメンのみならずもういろんなもうグルメをめちゃくちゃ食べ歩く方で、年間レストラン合計で2500件とか行くらしいんですよ。なのにね、めっちゃ高身長でスラッとしてて痩せてますからね、意味が分からない。もう1800とかなってくるともう異次元です。リアルに1日5杯、6杯、まあ1日 5. 何杯とかそういうペースですからね。食べ過ぎでしょマジで。本当に俺が言うのもなんですけど、体に気をつけてね、本当にマジで。まあ、お互いね、体に気をつけて頑張りましょう。そして僕は豪徳寺のリラクシーに行ってくれるまで見続けますよということで、リラクシンね、めっちゃ初期の頃からリクエストいただいてる気がするのに、結局まだ行けてないですね。なんかな、繋がりなくていけないんだリラクシン。でもね、めっちゃあの行きたいっていう気持ちあるんで、まあ、豪徳寺にあるね、昔からある二郎系の店ですね。まあ、リラクシンさんね、味噌ラーメンとかもあって、味噌もなんなら割と有名です。今の視力を教えてください。気になるか俺の視力。まあ、今ねでも下がってきちゃったんですよね。もともと 0.3 とか4ぐらいはあったんですけど、もうここ5年ぐらいで 0.1 以下になってしまいました。もともと家族全員目悪いんでね、まあ目は悪くなるだろうとは思ってたんですが、まさかここまで下がってくるとは思ってなかったですね。麺は硬ければ硬い方が良いって流れが蔓延する中、やわ麺も好きだと言ってくれるのが好きだ。まあ、硬麺の風潮やっぱありますよね。どっから始まったんだろうね。やっぱ、まあ、博多豚骨ラーメンとかでね、こう硬めとかバリカタとか、もうベタ生とかね、そういう流れがあるとは思うんですが、歩いてたら鷹の目なんですね。ここめっちゃ並んでるわ鷹の目。すげえ豚骨の匂いするなと思ったら高めだった。まあ固めの良さもね、もちろんあるんですけど、その麺のポキポキ感を楽しむとか、そういう楽しみもあるんですけど、まあしっかり茹でたねやわ麺も美味しいということで、ラーメン連さん到着しました。高めのめっちゃ近くなんですね。てかなんならこの間の煮干しマニアのめっちゃ近くでもあるかもしれない。それでは早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、ラーメン連蒲田本店さん、ハイテクショーケースです。この日も寒くて辛いラーメンの気分だったので、特製辛味噌ラーメンの野菜増しと締めのご飯としてリゾットをタッチしました。店内に広がる香ばしい香りに鼻を奪われていましたが、調理風景を覗かせてもらうと、野菜を炒める際にどでかい火柱がベイラゴン、そしてメラゾーマ。スープも野菜と炒めるので旨味が溶け込む仕様になっており、この作り方をしている味噌ラーメンのお店は経験上ハズレなしです。さらにサービスもかなり充実しており、食前の野菜ジュースや辛もやしと刻みニンニクなど相当なホスピタリティ。セルフサービスなので早速それぞれ確保し、辛もやしを食べながら待ってるぞ。ありがとうございます。こちらがラーメン連蒲田本店さんの特製辛味噌ラーメン野菜増しです。ヒュー。
濃厚そうな味噌色をしたスープは直前で炒めたことにより香ばしい香りが漂い、辛い部分とセパレートになってる。味噌ラーメンといえばこの香り、たまんねえよな。ということでいただきます。ではまずノーマルの部分のスープから飲んでみると、ぎゅーん、うめえ。豚骨ベースの濃厚な旨味がありつつ、味噌のパンチもしっかりと効いていて、鍋で野菜などと一緒にスープを炒めることによる香ばしさ、そして野菜の旨味に加えてニンニク、生姜など香味野菜の風味も効いていて、うまい。いわゆるスミレのような札幌味噌系ではなく、どっしりとした濃厚さがあり、プロテゴをかけられたように守りも固いです。さあ続いてデカめなチャーシューをどかして麺をリフトアップ。熱々の太麺をよーくフーフーしつつ、よっしゃそうそう、マリン。噛むともちもちとした食感があり、小麦の甘みが存分に楽しめる濃厚な味噌スープに負けない存在感の持ち主。もちろん協調性もあるので相性もよく、能力が高い上にバフ系の魔法も覚えたりする有能タイプ。ずっと熱々なので体の中からどんどん温まっていくのもナイスです。さて今度は大判なチャーシューをガブリ。とろける脂身とジューシーさで表面を炙られた香ばしさもあっていい感じ。思わず締めのご飯を食らいそうになりますが、そこは落ち着いて野菜と合わせて大人の風格を見せつけていきましょう。てな感じで食べ進めていくと、辛みが徐々に全体に行き渡り、気がつけばかなりの辛さに。結構辛さには耐性があると自負していますが、それでも悶絶級の辛さにモンテスキュー。海苔の磯感くんさえオアシスに感じるほどで、きっと大雪が降る今日の東京でも汗をかいてすすることになるでしょう。というわけでラストのチャーシューも一口で食らって脂身の甘さに心底癒されたら、チーズリゾットで締めましょう。とろけるチーズをご飯に乗せて炙ったもので、その上に辛味噌スープをぶっかけて食らいます。悪魔的なりすんな。香ばしい風味のある炙られたチーズと辛味噌スープの相性はよく、重めではありますが満足感ありあり。豪快にかき込むというよりは濃密な時間を過ごすといった感じです。そんなこんなで黄身がトロットロな味玉をデザートにして締めのリゾットも食べ終えたら、本日も完食です。大変美味しくすすれました。濃厚で分厚い味噌スープとムンと風味漂う力強い麺、辛味噌はマジで辛いので注意してください。それではごすれ。ごちそうさまでした。結構辛かったです、ちゃんと。あ、辛かったです、はい、めっちゃ辛かったです。いや、美味しかったです、めっちゃ。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。失礼します。はい、ごちそうさまでした。というわけでラーメンレンさんに行ってきたんですけれども、いや、うまかったんですけど、めっちゃ辛かったっすね、辛味噌。まあ、味噌ラーメン屋さんの辛味噌ぐらいなんで、まあ、ピリ辛ぐらいかなと思ってたんですけど、あの辛味がね、全体に混ざり始めた時ぐらいから、なんかじんじんとこう体の底からホットホットな感じの辛さで、まあ、激辛まではいかないものの、いや、結構ね、汗かく辛さでしたね。うん、まあ、私接する辛いものはね、だいぶ、まあ、中本さんのおかげで鍛えられたんで、まあ、結構強いんですけど、でもね、レンさんの辛味噌ね、結構ちゃんと辛かったです本当に。うん、しかしね、やっぱベースの味噌スープがね、めちゃくちゃ美味しかったんですよね。まあ、豚骨ベースで結構クリーミーまろやかな感じの口当たりながら、味噌だれの旨味がねギリッと効いていて、そしてあの提供前にね、ニンニクとか生姜加えて野菜をバーッと炒めるので、野菜の旨味そして甘みも入っていて、本当にいろんな旨味が溶け込んだ味噌スープといった感じで、ね、あのスープがめちゃくちゃ美味しかったです。うん、辛味混ざってくるともう結構辛味が強いんで、味噌スープの旨味を超えてくるような辛さだったんで、後半結構ね苦戦を強いられてしまったんですが、いや、しかしね、あのスープめっちゃクオリティ高くて美味しかったです。まあ、麺はね、もちもちとした食感の太麺で、あの太麺もしっかりとこう甘みがあって、噛むたびにね、麺の味がしっかりと伝わってくる麺でしたね。まあ、太麺と濃厚スープなんで結構食べ応えもあって、まあ、最後の締めのリゾットまで行ったんでね、めっちゃお腹いっぱいになりましたね本当に。いや、しかしね、サービスもめっちゃ充実して、それこそあの食前のね、野菜ジュースであったりとか、あの無料のもやしのナムルであったりとか、まあ、刻みニンニクのサービスとかももちろんのことを、卓上調味料もね結構豊富になってて、今回は締めのリゾットで行きましたけど、あの白米ともやしのナムルだけとかでもね、全然ご飯進んじゃうんで、いや、かなりね、こうホスピタリティの高いお店だなと思いました。なんかウーバーイーツもやってるみたいで、ね、ちょいちょい注文入ってて、なんか近くの住民の方から多分が注文してたと思うんですけど、まあ、家の近くにあったらね、すごく嬉しい味噌ラーメン屋さんだなと思いましたね。ごちそうした。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメンレン蒲田本店さん、激しい炎や、あの炎すごかったですね。